ここも深津が競り合って先に触ります。で佐野がつないでいって安藤瑞希高い奪って佐野裏に出していく。さあ太田ここはスピードがある。1対1の局面作れる。左足決まった。交代策ズバリはまりました。太田俊介今シーズン4ゴール目。町田が同点に追いつきました。20節愛媛戦以来のゴール。素晴らしいスルーパス出ましたね。佐野選手ですね、よく太田選手見てましたし、まあ、ファーストタッチが少し、ね、流れたかなと思ったんですけど、冷静に今左足でね、まあ、新江川選手の逆を通りましたね、はい、いや素晴らしい同点ゴールでしたね。いい入り方をしてこのゴールです、まあ、うまく柳沢選手